延命寺は、愛媛県四国中央市土井町土井に所在する神言、総室派純別格本山の寺院。三号はマニ山、本尊は、延命寺蔵菩薩。通称、いざり松、千枚通し本望。四国別格二十霊場十二番札書、いよ六寺蔵霊場五番札書。本尊神言、恩鹿かカビさん、前へそわかごか、字をかけて、 武ケの松のほとりこそなほありがたき法の道かな。奈良時代に四国巡釈中の行基が改装したと伝えられる。伝承では、平安時代前期、空海がこの地に松を植えた。その後、巡釈中に空海が植えた松の木の下で足の不自由な人を見た。空海は千枚通し冷蔵をはじめ察し、冷蔵を一枚水に浮かべて飲ませると全開した。治癒してもらった。 この人物はこれに感銘し、空海より特度を受けた。法師と名乗り、この地で千枚同士の霊婦を継承したという。この五婦は、当時委員で授かることができる。霊婦を朝夕、記念しながら飲むと病気平癒、安産に効果があると言われている。空海手植え伝説の松は、土井のいざり松と呼ばれ、明治時代には、枝が、傘状に、東西30メートル。 南北20メートルに広がっていたという。しかし、昭和43年末に越しした。現在は、三木だけが横たわり王子を忍ばせている。大指導、ありがとうございます。